NSU バンケルスパイダーは、ドイツ NSU が1964年に発売した、世界初のロータリーエンジン搭載の市販乗用車で、ある。1964年のフランクフルト自動車ショーで、初公開された。ボディは1959年から売られていた、ベルトーネデザインの2ドアクーペである、シュポルト・プリンツをベースに2座オープン化されたもので、前後の重量配分を改善するために、 ラジエーターがフロントに移されたため、フロントに新たにグリルが設けられた。同じ理由で35リッターの燃料タンクもフロントに移され、前輪にはディスクブレーキも装備されて、ロータリーエンジン搭載による動力性能向上に備えた。フェリックス・バンケル発明のロータリーエンジンは、その構造上、通常のレシプロエンジンでは得られないスムーズさ、燃焼効率、 コンパクトな外寸が実現可能な未来のエンジンとして、1960年代初頭の自動車技術の花型であった。スパイダーの5車軸上に搭載されたエンジンは、シングルローター 500cc で50馬力 5500rpm を発し、後期型では54馬力 6000rpm と表示され、 ベースとなったの、シュポルト・プリンツの空霊2機等 583cc30 馬力よりも2倍近くもパワフルであった。回転の上昇は極めてスムーズで、メーカー指定のレブリミット 6000rpm を超え、容易に 7000rpm 以上に達し、その場合、0時速 100km 加速は、カタログ値の15.7秒を上回る14.5秒を記録した。 NSU 製、ロータリーエンジンは、オイル消費の課題や、アペックスシールの摩耗などの問題が解決されておらず、特に後継者となったロー80ではトラブルが続出し、その対応による負担に耐えかねた NSU は1969年、アウディに吸収合併されることになるが、このスパイダーは実験作的な意味合いが強く1967年までに2375台が、 販売されたに過ぎなかったため、問題はロー80ほどには顕在化しなかった。1966から1967年、シーズン、カリフォルニア州リッチモンドのあるオジェイは、ロールバーとレーシングタイヤを装着しただけの、バンケルスパイダーで、スカ、スポーツカーレースに参戦、2シーズン連続で、シリーズ通算2位の成績を挙げ、ロータリーエンジン市販車で初めてレースに参戦した。 人物とされている。当時の代理店である中央自動車、安全自動車によって日本にも輸入され、当時の外車賞にも展示されたことがある。ありがとうございます。